大切な会を控えています、はい、来る夏至6月21日ですね、私山下の大倉先生にぜひともとお願いしまして、この今私たちが陥っているこの閉塞感ですよね、この現状を打ち破って打ち開くというね、はい、会を、この夏至で夏至の日に開催させていただきます。そしてね、その打ち破るという思いを開運だけを通して、はい、宇宙にまで届かせる、うん、神がいると人間が集う場においてこの包みを用いて人を包みにするというね、そういう役割を担う道具だったんではなかろうか、これが起源だと私は思うんです。自らの力で打ち開いていく、その打ち開きの道具としてこの包みを役立てている。